京都府の中部にあり、緑の山々に囲まれた京丹波町。動物と触れ合える施設があるということで、出村記者が訪れました。向かった先には。おはようございます。よろしくお願いします。あ、お願いします。綺麗な馬ですね。あ、そうですね。あの、綺麗な瞳もしてますし、ね、本当だ。こんにちはって言ってます。あ、こんにちは。あの、こちらではあのどういったことができるんでしょうか。こちらではあの少し、ね、練習していただければ、はい、初心者の人もこうホーストレッキングといって馬に乗って外にこう、出ていくことができます。馬に乗って自然の中を散策するホーストレッキングを体験できます。関西で気軽に馬と触れ合える場所を提供したいと、代表の谷本守さんが2015年にオープンした谷本ホースランチ。ホーストレッキング以外にもウェディングフォトなどの記念写真を馬と撮影できるプランなどが人気です。谷本さんに馬小屋を紹介してもらいました。今ね、全部で6頭いますね。乗用馬として生まれてきて、で、まあ、うち、まあ、結構若い時から来てですね、それでうちで調教して、まあ、お客さん提供できるようになったら、お客さん乗ってもらうみたい。6頭もいると、その分特徴はバラバラです。どんな馬がいるのでしょうか。この子なんかはね、まだ2歳でお客さんも乗ってないです。お客さんね、乗るにはいろいろ慣れてもらわなきゃダメですからね。あの、勉強してもらわなあかんので、まあまあ、もうちょっと時間かかるかもしれないですね。柵から顔を出すチップ、もっと触ってとアピールしています。この日初めて馬に触った出村記者、少しずつ慣れてきた様子です。おお。こちらが今日一緒に歩いてくれるマトワです。食いしん坊の10歳で、額の小さな白い模様がチャームポイント。ホーストレッキングを体験するためのレクチャーが始まりました。自転車みたいに出村記者のぎこちない動作にも動じません。じゃあ今日はよろしくお願いします。やりますって顔してますね。やりますって顔してますか。よかったです。まずは馬に自分の思いを伝える練習です。谷本ホースランチではウエスタンスタイルという片手で手綱を持つ方法を用います。まだあんまり慣れないですけど、でも結構こういうこと聞いてくれて頼もしい、もう相棒です。姿勢もいいです。 ありがとうございます。レクチャーも終わり、いざ出発です。周り見ましょうかね。ちょっと右見て、左、空、後ろ、はい、前、オッケー。左手でなでなで、なでなで、お尻なでなで、なでなで、はい、そんな感じね。ですんで、まあ、景色見て、はい、気が向いたらこう触ったりして、はい、っていう感じですね。はい、わかりました。平坦な道が続くため、初心者でも安心です。緑がもう周りにたくさんあって、もうすごく空気も美味しいです。すごく。そうです。森の風は違いますよね、空気もね。そうですね、香りが全然違います、うん、もう開けてきましたけど。そうですね、開けてきましたね。ちょっと開けるとまたあの涼しいというかね、風が通りますね。そうですね。水が張られた田んぼを横に見ながらパッカパッカと歩きます。民家の横や川沿いも通るのどかなコースです。いや、もうお天気で良かったです。あ、そうですね、もう一つなく、うん、もうでも暑いですけどね。そうですね。初夏の京丹波町を満喫し、心も体もリフレッシュ。ちょっとこう草道だとね、乗り心地もちょっと柔らかいかな。そうですね、うん。2キロを超える道のりを終え戻ってきました。
外さないで作って左外してね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。もうすごい、もうずっとお利口で。あ、よかったです。ちょっと汗かいてますね。ちょっとだけこう、うん、もう頑張ってくれましたね、うん。ありがとうございます。はい、いやもうすごい自然も豊かで本当にリフレッシュできたもうコースになってましたね。ああよかったです。まあ、あの初心者の人もね楽しめるような一応内容にねしてますんで、はい、まあ馬上でこう景色見るとまた違いますね。そうですね。ホーストレッキングを堪能した出村記者、マトワともすっかり仲良くなりました。ありがとうね、今日は大変だったね。ホーストレッキングが終わると頑張ってくれたので、はい、このマトをちょっとね、洗ってあげますね。はい、シャワーですね、うん、汚れたままだとね良くないですからね。わかりました。じゃあちょっとかけていきますよ。お願いします、はい、汗をかいた後のシャワーさっぱりして気持ちよさそうですね。汗がね虫を呼ぶんで、そういう意味でも結構きれいにしてあげるのは大事ですね。じゃあ顔を洗っていいですか。はい、ちょっと飲んでるけどね目つぶって気持ちよさそう。大阪府出身の谷本さん、ひょうたん馬町を活動拠点に選んだ理由は、馬が過ごしやすい環境ですとか自然の雰囲気がこう、まあ、楽しめるかなっていうのが一番大きいところですかね。ホーストレッキングしてる間にね地元の人も結構喋ってくれたりしました、まあ、地元の人もちょっとこうほっこり見てもらえるような状況だといいかなっていうのはありますね。訪れる人は子どもから高齢者まで様々。谷本さんは初心者でも楽しめるホーストレッキングを目指しています。お客さんが楽しめる馬にするっていうのがとても大事だと思ってますので、通っていただいてるお客さんもいるんで、その人が例えば駆け足とかねいろんな馬の楽しみをこう広げてもらうのも、こちらもとても嬉しいですね。訪れた人が楽しめる馬を育てたいという谷本さん、みんなに愛されるホーストレッキングを目指し、人馬一体となって今日も歩み続けます。平日午後5時35分からは京都レイズ。愛野さん、見どころは？はい、京都の最新ニュースやスポーツ、さらには特集と幅広く真面目にお伝えします。京都レイズ、ぜひご覧ください。